先月の高知市の消費者物価指数は2020年を100とすると106で、前の年の同じ月を19ヶ月連続で上回っています。物価上昇率は 3.8% で、消費税率が引き上げられた2014年以降で最も高く、5ヶ月連続で 3% を上回りました。値段が高くなったのは食料品で 8.7% の上昇、洗濯用洗剤やティッシュペーパーなどの家具・家事用品は 6.1% 値上がりしています。一方、電気代の値下げなどで光熱・水道費は 4.9% 低くなっています。